はい、マスオ TV でーす。はい、今日はですね、ビデオブログでございます。実はですね、今日ね、朝方っていうか昼からずーっとね、ある戦いを今日僕、家の中で一人でしておりまして。はい、というのがですね、ここ僕が住んでる家です。今日の朝まで僕はモンストパズドラをこうね、スマホでやってたんですけど、そっからですね、スマホが見つからなくなってしまいました。まあ、充電もギリギリだったんで、友達に電話してって頼むのも頼んだとしてもブーっとなんないと、なんないんですよ。で、今日ずーっとね探してるんだけど、本当にねないの、こんなことってあるのって思っちゃうぐらいにないんですよ。で、今ね、携帯っていうかパソコンでスマホ、iPhone を探すみたいなね、機能とかもあるんですけど、それやっても iCloud うまく繋げてなかったんでダメでしたし、ちょっとね、今ね、悩んでます。で、Twitter とかでね、どこにあるかなってね、こうね、皆さんにね、聞いて、そのアドバイスもね、受けてこうやってます。まあ今ね、ぐっちゃぐっちゃなね、状態になっちゃってますけど、はい、これいつも使ってるね、グリーンバッグですね。ここの間にね、こうね、挟まっていいんじゃないのかなと思ってね、グリーンバッグを外してみたりとか、ね、この蒸気のアイマスクのね、箱の中にあるんじゃないかとか、はたまたね、やっぱりね、上着のこのポケットの中に入ってるんじゃないのっていうことでね、こうね、上着をね、こうやってみたりとかね、こんな、やっぱないよね、ないよねっていうのとか、いや、この中にもしかしたら入ってたりしてとかね、思うんですけど、やっぱりない。ということでですね、これやばいっすね。スマホがなくなるって結構思ってたよりやばいです。モンストパズドラとかのデータもそうですし、連絡が取れないっていうこともそうですし、結構大事な連絡とかもね来たりするんですよ、仕事関係の。そういうのもねあるんですけど、非常にねまずい状態で今日はねずっとてんやわんやしております。いや、皆さんこういう時どうします？あのね、ないんだよ本当に。もうかれこれ6時間は探してますね。なんでだろうね、意味が分かんないんですよ。モンストパズドラ、パワープロやってましたもん。僕は昨日こうね、経験値 1.5 倍だからと思ってすごくやってたんですけど、ないんだよな、ないんだよな、マジで。ちょっとね、こっち側もね映したいところなんですけど、あの見事にね、もうねぐちゃぐちゃ、泥棒入ったんじゃないのってぐらいに、ね、ぐちゃぐちゃなんで、ちょっとねお見せできないんですけど、はーい、というようなね、こんな一日です。そう、ゲームもね撮ろうと思ってたし、なんか動画こういうの撮ろうかなっていうのもあったんですけど、見事にねそれをねもうね書き消していくかのようにね、僕の iPhone はどこか彼方へと消えてしまいました。本当にこの家にあるんだろうか、もしかして一瞬の隙に泥棒が入った、寝てる間にとかね思ってしまうぐらいに、ありません。まあそんなことはないんでしょうけど、はい、ということで今日はすいません、完全にビデオブログなんですけど、ちょっとこれからまた僕の戦いはしばらく続きそうです。もし興味がある方はコメント欄か、なんかツイッターか、見てみてください。どこにありましたよって言ってる時があったら、僕は多分、やったぞーやったぞーってなってる時だと思いますんで、いや、そんなところ、時が来るのかわかんないですけど、はい、ちょっとね、これからも頑張っていきたいと思います。ということで、今日は本当にビデオブログ、ごめんなさい。まあね、こういうたまには緩いのもね、いいかなと思うんで、記録ですからね、動画はね。はい、ということで、皆さん、こんな、ちょっとした愚痴かこれって思っちゃうようなものも最後までご視聴いただいてありがとうございました。はい、ちょっと頑張ります。アドバイスなんかあったらちょっと本当にそこ探してみたいと思いますんで、はい、お待ちしております。ということで、以上マスオ TV でした。バイバーイ。